はい、今日はだんだんこう年齢をとっていくとこうエイジングもですね、まあこうまっすぐ、もともとまっすぐの人でもまっすぐこうちょっと中にところどころにこう S 字に癖が出たりとか、もともと癖がある人はもうちょっと癖の強くなったり S 字に、でそれによってところどころこうまっすぐで膨らんでボコボコしたところっていうのが、でこういうショートスタイルとかでそのスタイルを崩しやすくなるので、そのエイジング毛の切り方ですね。でこうまあ左手で溶かしながら、まあ、ちょっとイメージしてもらって、膨らんでるところがあったらもうちょっと横にずらしてますね。でこのずらしたここに線が入るので、あんまり根元からは入れないんですけど、根元から2センチぐらいのところですねにちょっとハサミを、ちょうど時計の針でいう12のところに入れます。この時もここの表面だけ、この表面だけ、この中、根元には入れないですね、表面だけに入れる感じで入れます。で次の段にこう膨らむところがあったら同じようにちょっとこう分けながら同じようにこうやって入れていきます。これはエイジングもに限らず、例えばメンズのすごい量の多い人とかでも、まあ、襟足付近とかはこう的確に狙いながらこの膨らみを取ることができます。今日は以上です。